機嫌いかがですか？クリスチャンボイスジャパンのナビゲーターを務めますミクニです。この番組はイエス・キリストを信じたクリスチャンがどのようにイエス・キリストに出会い信じるに至ったか、またクリスチャンとして人生を歩む中での奇跡や祝福を通して本当の神様を証言する番組です。今回は東京に住む20代の女性 T さんのエピソードです。それではお聞きください。2019年の夏の話です。私は当時東京の大学の4回生でした。大阪に住む叔父がステージ4のがんを宣告され1年が経った頃でした。叔父の救いのためにずっと祈ってきたので、神戸の実家に帰った時、両親に私も一緒にお見舞いに連れて行ってほしいとお願いしました。しかしクリスチャンでない両親は、私がイエス様のことを伝えに行くためと分かっていて、それを絶対にしてほしくなかったので断固として拒否しました。私は今伝えなければと思っていましたが、両親はまだ生きようと頑張っているから死んだ後のことは考えたくないと思うと言って、そんな話は一切しないようにと言われました。また頼んでおいた私から叔父への手紙も出してはくれていませんでした。東京に戻る日が迫っていた時、叔父の容体が急変し緊急入院をすることになりました。母が病院に行く前日、明日しか叔父に会いに行ける日はないだろう、そして叔父が亡くなる日はきっともう近い、明日が最後のチャンスだと思い、母に泣きながら明日病院に一緒に行かせてとお願いしました。しかし母は絶対にダメの一点張り。私はクリスチャンの親戚や友人に病院に行って福音が届けられるように祈りをお願いしました。翌日両親に改めて冷静にお願いすると、分かった行ってもいい、ただ一つ約束して、イエス様とかキリスト教の話は一切しないで、それを守るんだったら行ってもいいと言われました。その約束はとても悲しかったですが、まず許してくれたことに驚きました。とにかく一目でいいから叔父に会いたい、そしてそばで祈らせてほしいと思いました。母と大阪の病院に着くと叔父の家族がいました。叔父は横たわったまま私たち二人を笑顔で、よう来たな、ありがとうと迎えてくれました。叔父の全身はむくみ、死が近いことがわかり涙があふれそうになるのを必死でこらえました。みんなで談笑しながらも心の中で神様に福音を語るチャンスをくださいと祈っていました。30分ほどしておじも疲れたから休みたいとのことで、私たちは病室を出て中庭で昼食をとることにしました。そして母から、おじも疲れているからあなたは先に帰りなさい、私はもう少し残ってるけどと先に帰るように促されました。断ることができず先に帰ることになりましたが、叔父の病室に日傘を忘れていることに気づいたのです。一人で日傘を取りに戻りました。叔父は気持ちよさそうに寝ていましたので、そっと日傘を取って病室を出ました。病院の玄関に向かって歩いているとき、ふと、今叔父一人じゃん、伝えられるのは今しかないと思いました。しかし両親との約束が思い出され、また起こすのは申し訳ないとか、またいつ母と叔父の家族が戻ってくるかわからない、話しているところを万が一見られたらという思いが巡り、勇気が出ませんでした。病院の1階をぐるぐる歩きながら、神様どうしたらいいのと泣きそうになりながら祈っていた時、ふとクリスチャンの友人 A さんのことが頭に浮かびました。電話して相談しよう、
でも今忙しいかもしれない、困らせてしまうかなと躊躇していると、その A さんから LINE のメッセージが入ってきたのです。 A さんはおじに会いに行くことを祈ってくれていたので、気にかけて連絡してくれたのです。タイミングが良すぎて私は涙が止まりませんでした。状況を説明すると、 A さんは、今から祈るから聖霊様に行くように言われたら行ってきなと言い祈ってくれました。すると不思議なことに、私は聖霊に背中を押されている気がして、自然と足が病室に向かいました。病室に着いた時、 A さんの祈りがちょうど終わりました。行ってきますと電話を切り、心で祈りながら病室に入りました。起こしてごめんね、でも最後にどうしても伝えたいことがあるねんと福音を語り始めました。するとそれまでぐったりしていて起き上がることもなかなか難しいと聞いていたおじが、まるでこの言葉を待っていたかのようにすっと起き上がり、目を見つめて私の話を聞いてくれて、話し終えるとぎゅっとハグをしてくれました。そしてアーメンアーメンハレリアやなと笑顔で言い、握手をしてくれました。私は何が起こっているのかわからず、頭が混乱しながらも少しだけ自分の救いの証もしました。いつみんなが戻ってくるかもわからないので、もう帰るねと言って病室を出ようとすると、おじは、ありがとう、ほんまにありがとう、これですっきりしたわと最高の笑顔で言ってくれ、おじちゃんもイエス様のことを信じてねと言うと、わかったと最後にハイタッチをしてくれました。私は病室を出た瞬間、感動で震えが止まりませんでした。すぐに祈ってくれていた親戚や友人に事の次第を伝え、みんな喜んでくれました。父にもこの出来事を話しました。すると父は理解してくれ、おじの連絡先を教えてくれました。おじが亡くなるまでイエス様を受け入れる祈りを送ったり、聖書の御言葉や賛美の動画を送って連絡を取ることができるようになりました。いつもおじはありがとうやスタンプで答えてくれました。その病室で福音を伝えた20日後に、おじは天に召されました。葬儀の後、祖母から、おじちゃんは亡くなる直前までよくあなたの話をしてたよ、いつもあなたが祈ってくれてるってすごく嬉しそうに話してたよ、あとあなたにハグしたって言ってた、私たち家族でさえもハグしてもらえなかったのにと聞きました。また母からは、あの時やっぱりなんか話したの、約束したのにねと言いながら、どこかで嬉しそうでした。そして今では、あの時いっぱい祈ってくれてありがとうねと言ってくれています。母方の親戚が全員イエス・キリストを信じ救われることを祈っています。いかがだったでしょうか。次回もお楽しみに。聞いてくださるすべての人の上にイエス・キリストの祝福がありますように。